倍中立ちという位置に行きます。まず立てて持ってきたら90度に近い感じで折り返しますね。左の線に平行に持ってきて、ここよりも下に持ってきます。すくい上げますね。じゃあまっすぐの位置をまあまあ長めですね。少し下を狭くしてます。上の位置から持ってきて2等分ね。じゃあ木を描きますね。辺の位置にだいたい合わせて、これはこんな辺よりだいぶ下ですね。じゃあ少し縦を残して45度で払っていきます。